皆さんこんにちは、トラスティーコーポレーションです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。見てください、お待たせしました。はい、 CLS、 こちらは450でございます。これ450なんですか？450です。そうなんですよ。見えないでしょ？見えない。はい、で今回ですね、香川県の T 様、はい、ご制約いただきまして、実はあと30分後に陸送会社さんが引き上げに来られます。はい、はい、ということでね、今回 T 様購入いただきまして、ご納車前に最近私が結構こう推しているカスタムをお勧めさせていただくと、もう全部やっていただきましたので、それをねちょっと紹介していきたいと思います。はい、はい、まずはこちらフロント周りなんですけれども、実はねこちらのパナメリカーナグリルに関しましては、お店で置いている状態の時からこちらに変えてました。はい、でここがね、皆さん普通の 220D と、450では実は違うんですよね。はい、まあ、ここはねもうあれです、カーセンサーとかグネットとかネットで検索してみてください。はい、はい、だから CLS を探されてる方は、お、何これって今なってると思います。うんうんうん、ね、で実はねここが樹脂の普通の艶消しの黒の色してます、この先端も。はいはいはい、はい、それを今回これですね、艶消しのシルバーみたいな形のものに交換させていただいて、なおかつこちらカナードを取り付けさせていただきました。はい、なのでまあいわゆる53ルックです。53ルック、はい。でこのね部品なんですけど、この先端だけ変えりゃいいやって思われてる方非常に多いんですけど、なるほど、めちゃくちゃ面倒くさくて、何かって言いますと、ここの部品を3つぐらいパーツに分かれるんですけど、全部バラで発注してここごと全て交換になります。なるほど、はい、なので見た目とはちょっとね打って変わって、こことこれとまた分離してるのと、あとここの先端全て別部品となっております。はい、はい、まあ、ただしまあ、ある程度は値段もうそんなん3000円でできますとかいうレベルではないです。それにやっぱりゼロ一つ多くなってきたりはするんですけれども、この純正の部品で交換することによって、まあ、より一層高級感も増しますし、前から見た瞬間あれ53なんかなって本当に思えるような見た目となっております。はい、で結構ヤフオクとかね、名前らしいか分かんないですけど、メッキのなんかここに上からガーバーっとこうかぶせるやつね、かぶせるやつあるじゃないですか。龍馬くんも何回か見たことあると思うんですけど、はいはいはい、はい、まあ、それとはやっぱり違いますね、見え方が全然違うなというところでございます。はい、でこちらホイール、ですね、で今回は赤で塗装させていただいております。はい、はい、でロルフハレトゲという、まあ前までねカールソンのイメージが強かったと思うんですけど、カールソンはもう撤退して今はこのロルハレトゲという名前に変わりまして、デザインはもう前のカールソンと同じような、形となっておりますので、まあ、このホイールもねぜひ皆さんうちで取り寄せも可能でございます。お値段も頑張って安くできますので、まあ、結構このホイールもね相変わらず人気の形となっております。はい、はい、で赤ですね、はい、です。でずーっと来て、今回はモール T 様磨きました。まあ、これは定番ですけどね、うん、もう結構は真面目ひどかったんですよ。はい、はい、これを磨かせていただいています。はい、ということで龍馬くん、はい、メインは今回後ろです。おー、はい、でやっぱりねこれもう CLS の 220D とか450で探されてる方からしたら、こんなできんのっていう、初めて見た方は思われたかと思うんですけれども、今回この T 様ディフューザーとマフラーカッター、はい、これも53ルックでオーバルの4本出しのマフラーカッターに交換させていただいております。はい、はい、でなおかつこれトランクスポイラー全然ないんですよ、社外品でも。なるほど、はい、なんですけどこれなんとかちょっと探しまして、うん、はい、こちら純正のルック、ルックですね、はい、でトランクスポイラーも付けさせていただいております。まあ、グッと跳ねてるタイプですねこれは。そうですね、なのでまあ今回ねホイールも変わってるじゃないですか。はい、でキャリパーも塗装されてる、うん、じゃあもうフロントのバンパーのとこカナードとフィン交換して、なおかつ
リアのディフューザーとマフラーカッターとこのトランクスポイラー変えてあげれば、もうホイールが変わってなかったらあれなんですけど、もうホイール変わってるんで、もう53です。確かにもうこちらは53にしか見えないよっていう形ですね、うんうん、はい。で前回あの GLE でもディフューザーの交換で、ご紹介はさせていただいたんですけれども、ここ最近もパナメリカーナグリルとキャリパー塗装結構ねお問い合わせ、まあ引き続き多くいただいてるんですけれども、まあ、それプラスこのディフューザーの、ディフューザーとマフラーカッターの交換というのが、まあ、最近ね結構人気の、弊社ではカスタムの内容となっておりますので、まあ、車種問わず結構部品出てるので、まあ、ぜひですね、まあ、ご購入いただいた時の納車までのカスタム、今最近ねたくさん紹介させていただいてるんですけれども、今現状 CLS 乗っていますよとか GLE 乗ってますよとか、もちろんその他の車種でもこんなん乗ってるんですけど、動画見たんですけどこんな感じでディフューザー交換できるんですかっていうお問い合わせぜひぜひお待ちしております。はい、はい、で今回 T 様がここにいただいたお車、希少なこちらの内装色となっております。まあ、元々内装綺麗かったですね。綺麗ですね、はい。で前のオーナーさんも結構あの車を大切にされてた、うんうんうん、ね、あのドライバーさんだったね、オーナーさんだったね、はい、はいはい。ということで、本日は香川県の、T 様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、動画上げる頃には正直もうこの車住んでるかなとは思うんですけれども、今回ちょっと動画でですね、あのディフューザーのね最近お声掛け多いのでちょっと紹介させていただきました。誠にありがとうございます。で先ほどもお伝えしましたけれども、皆さん別にこの CLS だけじゃなくて GLE だけじゃなくて他の、カスタマイズも、たくさん、ご要望、何かね不明な点とか困難したいなとかご相談あれば引き続き お気軽にお問い合わせくださいませ。ということで、今回の動画は以上となります。次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございました。さよなら。